ードも見てます。もちろんです。多いって思ったんですけど、それからシワ感を少なくする、今線が多いかなっていう印象。もっと耳でもいいのかな、なんかそれでも可愛い気がします、ね、このくらいちょっとがもうお尻プリングリーちゃん可愛いかな。一回5センチくらい短く折り曲げてみます、はい、あ、お願いします、はい、ならもうちょいいけんじゃないっていう攻めます、ね、攻めましょう、バランス大事です、うん、ここのドレープの数を2分の1ぐらいにするので、はい、ちょっとシャワー寄るかなぐらい、あ、キラキラ、可愛い、チーズ、チーズ、これを前にするか後ろにするかでもだいぶ印象があります。ポテト楽しみ、ね、このサイズ感大事、ポテトの。あとは先ほどすいません LINE に以前撮影させていただいたギフト動画、この試着の様子の、はい、をお送りさせていただいたので、はい、痛い、感動しちゃう。こんな風にしてたのすごい、もうちょっと可愛くすればよかった可愛いですよ、可愛いですよ、すごい一番嬉しい何よりも嬉しかった、この結婚式の2ヶ月すごい、ありがとうございます。これ足見えてます、私見えてます、はい、ちょっと見えるんだ、地味中じゃ前に出したバージョン、うわー可愛い、ハードアップとかがやっぱ可愛いかな、似合ってますよ、可愛いけどさちょっと高いな、ぽい、けどちょっと急だよね多分急だよ、急だよね、暑いわとか言ってこれだったらちょっとティアつけてくるわってだったらもう腕取ったらガリアのキラキラベールつけちゃうとか、うん、けどそれ短いでのオイル直しで見せたいよね、スカートと一緒に、どうしよう、はい、ということで結婚式前1週間の Vlog を撮っていこうと思っていたのですが、今日が20日ということで、あと5日で結婚式なんですね。で、3日前ぐらいからいきなり声が出なくなっちゃって、まあ、喉も痛いなと思ってたんだけど、今日病院に、月曜日なので今日病院に行ったら声帯炎と言われて、でステロイドの点滴とかして声を出すこともできるんだけど、まあ、むくみも出るし、まあ、ステロイドだからって言われて、であと3、4日見て治んなかったらじゃあうちに行きますって言ったんだけど、ですんごい量の薬を、まあ、結婚式っていうのもあってだけど処方してもらって、で鼻の麻酔して鼻の中から喉までカメラ入れてとか、もう長期見ても鼻がとで鼻出なかったのにめっちゃ鼻が出るようになって、だからもう気合で治して、で結構熱はないんだけどちょっとなんか普通に体だるいから決めなきゃいけないことが結婚式のこととか全然進まなくて、マジでここに来てって感じなんだけど、まあ逆に結婚式が風邪じゃないから良かったかとか思いつつ、けどやらなきゃいけないことあるから、はい、ということで今日は結婚式用に髪を染めます。そして髪の落ち具合とかも考えて、やっぱ 5,6 日前がいいかなと思って今日染めて、で今日はその後ホワイトニングに行って、でその後酵素浴に行ってきます。ここには近くなりましたね。ケースの方がまだ白いですね。上の方が今回ちょっと着色つきやすい。下の3あたりには来てるかなと思います。さっきよりも上がってますね。はい。はい。ありがとうございます。はい、今はこんな感じでシーリングワックスをやってます。一生懸命一個ずつ封してます。ゲストにお手紙を書いたんだけど、それに一個一個やってます。シーリングワックス作りをちょっと撮ろうかなと思っています。なんかさ、クッキングシートに出して作ったりもして、めっちゃ可愛いでしょ色が。こんな感じで作ったりもしたんだけど、これを両面テープ裏に貼って貼るとかもできるっぽいんだけど、封すると封筒がビリビリって破けちゃうのね。これもしょうがないやと。でこのスタンプは縁結びみたいなやつでオーストラリアで買って、この辺もねオーストラリアで買ったんだけど、全然アマゾンにありました。しかもめっちゃ安かった。オーストラリアめっちゃ高かったんだけど。早見は何の色がいいかな。こういう感じで色を考えながらやるのも、この子はこんな色かなみたいな風にやるのもすごく楽しい。やってて封筒がこんな感じだから
どんな色にしようかな。黄色かわいいな。ちょっと水色とか入れたいけど、このパールはパールで別で買いました。この葵ちゃんの黄色には青にしようかな。2台買ったの、温まるのに時間かかるって言われたから。で、竹串でくるくるくるっとして、薬飲んで寝なきゃ。もう11時だけど、なんかさ、細かいとこまで、あ、頑張ったんだなリサって見てもらいたいし、可愛いって一個一個思ってほしいから、来てくれるみんなには。これもさ、シーリング、普通になんか可愛いシールとかでもよかったんだけど、せっかくね、あの買ったので、どこだっけ、オーストラリアで使いたかったんだよね。で、こんな感じで垂らしてスタンプで、今度はこっちでさ、このシーリングワックスの匂いが臭すぎて、結構これ閉めてやっちゃいけなさそうなぐらい臭いんだけど、こういうもんなのかな。この黄色に今度は紫を足しました。マジで綺麗な色、見えるかな。できた。紫と黄色入れたらめっちゃ濁ったわ。オーロラ入れます。はい、こんな感じで頑張ります。ちょっと失敗しちゃった、葵ちゃんごめん。はい、ということで、今度は酵素浴にやってきました。今松葉で爆睡だったので顔色がちょっと良くなりましたね、起きで。ここは温活サロンオンっていう、酵素浴とか、まあ、ヘッドスパとかができるサロンで、ここの酵素浴が全然匂いがきつくなくてめちゃくちゃ最高なの。しかもめちゃくちゃ綺麗なので、今日も酵素浴入っていきたいと思います。こんな感じでこの中に入ってで15分間じっとします。マラソン2時間分のデトックス作用があるそうです。行ってきます。今こんな下にバスタオル巻いてる状態なんですけど、もうマジで15分入っただけでまだ汗が、シャワー浴びたんだよ、汗が止まらないです。暑すぎる、最高。はい、ここでもね、シャワーとかシャンプーとかできるんだけど、垂れてる汗が。私は家に帰ってゆっくりシャワー浴びたい人なので、このまま帰ります。車だしね、もうこんな状態で帰ります。最高にパッてなり、目が開いた。目にも酵素を乗せてくれるので、はあ、最高。もう一個おへその下に、はい、今日は3日前ということで、リンに来てめっちゃがっつりやっていただきました。すごく気持ちいいピラティススタジオです。はい、今、ウェディング用のシームレスショーツを買いにインティミッシミに来ました。ベージュのちょっとティーバッグっぽいやつ2つとフルバッグ1つ買いました。ウェディングガウンとかも買おうかな。式前3日前でまたリディアルに来ました。挙式前最後のリディアル流していただきました。はい、ということで、式前にまつげを上げてもらいました。アイラッシュルーム101でこまえちゃんにまつげを上げてもらって準備完了。はい、今日は、結婚式2日前ということで、明日からもう那須入りするんですが、今日もう最後のあがきということでイブジュに来てで、サロンでもうバクバクに仕上げていただきたいと思います。表参道にあるサロンです。下着のショップと併設されてます。こんな感じのサロンになっております。では施術を受けてきます。はい、というわけで今エステが終わってめちゃくちゃすっきりしましたとか言っても、ビフォーを出してないからあんまりわからないんだけど、もう体がすごいねすっきりっていう感じで、なんかキュッとこうあばらとかもキュッと細くなったような感じです。顔に跡がめっちゃ出てて、一箇所つくと取れないんだよね。はい、じゃあ、最後結婚式の打ち合わせに行ってきます。なので、V6 以外全部頭です。